はい、それではですね、続いて渡辺正孝先生の講演に移ります。講題は意識の脳科学、人工意識による仮説検証から意識のアップロードへでございます。中さんの手になる、渡辺先生のプロフィールを簡単にご紹介申し上げます。脳科学研究者の渡辺正孝は、機械に意識をアップロードすることによって永遠の意識としての意義を実現するための大学発ベンチャーを立ち上げを、現在準備中である。著書脳の意識、機械の意識ほかでございます。ということで、渡辺先生よろしくお願いいたします。あ、すみません、よろしくお願いいたします。もう少しだけ準備の時間、はい、承知いたしました。今一応つないだんですけど、来てますか。発表するたんびになんかよくわかんない理由ですごい調子良かったり悪かったりするんですけども、あれなんでこんなとこかな。こちらに向かせそうですね、です今日はこういうタイトルで話させていただきますけれども、僕は美を語る資格が全くないので、この後半の意識のハードプロブレムというのを皆さんに分かっていただければということで、発表させていただきます。あとついでにですね、先ほど紹介させていただきましたけれども、紹介していただきましたけれども、なんとか僕が死なないために機械に意識をアップロードできないかっていうのを結構本気で考えています。今現時点で最初に聞きたいんですけれども、皆さんこの中で機械に意識をアップロードできると思われる方どれぐらいいらっしゃいますか。じゃあ無理だと思われる方は、あ、そうですか、ちょっと頑張りますので皆さんどう最後思うかでですね、そもそも意識って何ぞやっていうのを定義しなければいけないんですけれども、最初にですね、ちょっとこういう錯覚を見ていただきます。でこれはビジュアルバックワードマスなんかマックになってますね、ビジュアルバックワードマスキングという錯視です。で最初にちょっと薄めのしま模様を提示して、しばらく経った後に濃いめの格子模様を提示します。でこの時間間隔に応じてこの最初のやつが見えたり見えなかったりしますので、皆さんちょっと注目してみててください。でこの辺りに出てくる数字が、ミリ秒になります。です、格子じゃなくて、なんか縦縞なり横縞が見えないかっていうのを注目しててください。17ミリセック33、いかがですか。この辺りから少しなんか先に出てるなっていう感覚があるかと思うんですけども、もう一回で、このプロジェクターがよほどおかしくなければちゃんと提示されてるはずです。いかがですか。大体何ミリ秒ぐらいから皆さん最初のしま模様が見えましたか。要はパパッと2枚見えたかってことなんですけども、大体100ぐらい。33で見ました。本当ですか。おかしくない。ちょっとじゃあいい病院紹介しますね。ですね、まあ冗談ですけどね、真に受けないでください。まあこれそもそもこういうふうに最初に何か出てきて後から出してきたんですけども、要は時間を遡って見えなくなってますよね。で例えば今です、皆さんiPhone とかを持ってる方が、スローモ録画みたいのをしていただいて、じっくり後で再生していただければ確実に iPhone には映っています、ちゃんと2枚とも。っていうことはこういう機械には錯覚は効かないってことですよね。機械的にはきっちりと2枚ともちゃんとレジスターされていると。でも僕たちにこの1枚しか見えないのはなぜなのか、これがまさに意識の定義にかかるところなんですけども、この刺激ですね。普通だったら単体で見せれば全く余裕でちゃんと見えるものが、
こういう時間的なコンフィギュレーションによって見えなくなってしまうと。でそれはまさに、まず意識の定義ですけども、茂木さんとかがクオリアとかいろいろ言ってますけれども、まあ、要はクオリアですって言って分かりますか。要はですね、例えばデジタルカメラは確かに画像を捉えていて、で最新のものはまあ、顔検出なんかもできます。でもデジタルカメラには顔は見えていない、だけど私たちには見えている。この感覚は分かりますか。その見えているという外人がこんなことやりますけれど、それが意識なんですけれども、それで通じた方どれぐらいいらっしゃいますか。全然何のことだか分かんない方、結構じゃあ意識高い系ということで今日はスッと行かせていただきますね。ですね、まあだからこれは私たちの意識のメカニズムの何らかの仕掛けがあるから、これは見えなくなってしまうということですよね。何かパッと思いつく方いらっしゃいますか。どういう意識、脳の意識のメカニズムがあればこういう錯覚が生じるか。まあある意味まあ、脳のバグとも言えるんですけれども、とかやってるとどんどん時間がなくなってしまいますので、今日は僕がどんどん答えを言ってきますね。ですね、これは例えばですね、この視覚刺激はたったの16ミリ秒しか、要は60ヘルツで動いているディスプレイの 1フレーム分しか出てないんですけれども、これが見えるためには私たちの脳活動としては次のやつが出てくるぐらいの時間まで続いていないと見えない。そういう過程が成立すれば、これ作家が説明できますよね。イメージ湧きますか。要はパッと刺激自体は一瞬なんだけれど、脳活動がダラダラと続いて、その全てがないと見えない。ゆえに、まあ、100ミリぐらいで見える見えないの境が通常あるんですけれども、大体100ミリセックぐらい続いて初めて、しかもそれ全部揃って初めて私たちの意識に浮かぶと。ゆえに後から邪魔するものが入ってそれと干渉してしまうと見えなくなってしまうということで説明がつきます。で日頃ですね、僕はどんなことをやってるかということで、これは実はマウスでもこういう錯覚が見えるということを発見しまして、ずいぶん昔なんですけども、まあ、そもそも最初ラットをやってましてって言っても分かんないですよね。ラットとマウスの違い分かる方いらっしゃいますか。ですね、ラットっていうのはだいたい大きくなると400グラムとか500グラムとか、まあ下手すると猫ぐらいの大きさになります。マウスは、まあ、大きくても40グラムとか、通常僕たちが使うのは 2,30 グラムで、随分大きさも違いますし、脳の大きさも違うんですけれども、まあいろいろ事情がありまして、最初ラットでやってバクドマスキが出るってことを、まあ、検証した後に、まあ、いざ計測するときには、マウスに移りました。まあ、それは、まあ、聞いてどうでもいいんですけれども、今ここにマウスが、まあ、つながれています。まあ、頭蓋骨に、金属を、まあ、固定して、まあ、直接ですね、脳計測するときに頭が全く動かないようにガチガチに固めた上で、このちょうど CD の大きさぐらいのディスクの上で、マウスが走るように訓練されています。で実際今アニメを見ていただきますけれども、マウスは今の最初の刺激ですね、しま模様の縦じまないし横じまが左側に出た時に止まれば餌が水がもらえるというふうに訓練されています。で今デモなので、おそらく皆さんにも見えない、まあ、あわよくばマウスにも見えない16ミリ秒で、おそらく皆さんに見えていて、マウスにも見えている133、あとはその、まあ、実験なので、マスクのない、要はターゲット刺激、最初の刺激だけっていうのが入るものを、見ていただきます。まあ、これは単に結構マウスもこんなことが訓練できて、確かにこういう錯覚が働くんですよと、それだけの意味ですけども、まあ、ピッっていうのは止まって当たって、はい、ターゲットレフトノーマスクヒット、これは、はい、こっちなので止まれば水がもらえたんですけど、これは、正解ですね、走り抜けて正解。まあ、間違いです。
まあ、なんとなく伝わりました。まあ、これ意外とですね、僕もともとちょっと猿やってたんですけれども、猿を例えばこのタスクで訓練すると軽く数年かかります。けどマウスだとなんか 3,4 週間で訓練できてしまうというちょっと良さがあったりします。まあちょっと後で飲み会の時になぜなのかっていうのを説明しちゃいますけど、これだけで40分ぐらい引っ張られてしまうでですね、まあ要は僕はですね、日頃ですねこういう錯覚を使って実際に意識の脳メカニズムがどういうものになっているのか、まあ、先ほどの例えば脳活動がまあだらっと続くという過程があればこの錯覚が説明がつくんですけれども、まあ、実際マウスでこの錯覚が出るってことが分かりました。でゆえに、まあ、科学者としては嬉しくて、っていうのは、まあ、マウスの意識には別にそんなに興味はないと。究極的に解き明かしたいのは人の意識なので、まあ、少なくともこの側面においては、まあ、マウスの視覚的意識は人の意識と、まあ、共通している。要は何らかの持続的な脳活動があって初めてその視覚内容が、まあ、意識に浮かぶということが分かりました。でそれをやるためにですね、具体的に脳に電極入れたり、あとはオプトジェネティクスという最新の遺伝子的な、方法を使ったりとかして、実際そのだらっと続いている意識の中枢みたいなものはどこなのかということを一生懸命研究して、今まさに論文にしようとしています。なんですけれども、今日はですね、それはなんか三段ロケットの初段でしかなくて、果たしてこの調子で僕たちがですね、意識を研究していって本当に全部解き明かせるのかということについて考えてみたいと思います。でこの間実はものすごい飛んでるのは気がつきました。大学の講義だったらここで110分×8回ぐらい講義ができちゃうぐらいワープしたんですけれども、今日はそういう細かい説明はあまりできませんが、なんとなくフィーリングで、感じ取ってください。で、僕たちがこういう動物実験をしながら解き明かそうとしているのは、一体どういう脳活動がどこで生じたときに初めて、まあ、例えば赤いリンゴというものが意識に浮かぶか、まあ、それを解き明かそうとしています。でその時に例えばニューロンの発火の順番、因果性ですね、このニューロンとこのニューロンが発火したからこいつが発火するというような因果性が全て解き明かされて、さらにはもっとマクロな計算原理みたいなものが解き明かされたとしましょう。でここで聞きたいのは、でそれをもって意識の全てが解き明かされたかということなんですけれども、いかがですか。まあ、それで OK だと思われる方どれぐらいいらっしゃいますか。ダメだろうと思われる方は、はい、でそれで空気読んで手を挙げ たわけではない方、要はちゃんと答えられる方、なんでそれじゃダメなのかっていうの。あ、そうですか。じゃあお願いしてよろしいですか。いえ、先生の講義いやいやいや、じゃあそれじゃあもっとやっぱ手を挙げるペナルティーみたいなのがあるんですけど、安易に挙げないでください。はい、説明してください。はいはい、どこですか。なんでこれではまだダメなのか。それは石畑先生なんかお詳しいと思うんですが、ギルバート・ライルなんかが言っているカテゴリーミステークという問題がありまして、意識というものを我々が捉えるときの、普通考えるときのカテゴリーと、それと、こういう自然科学的に解明するときのカテゴリーとがそれぞれ、どういう関係にあるかという、そういう問題がちょっと。ストップすいません、ちょっと僕の答えと違うので、でも正しそうな答えなんですけれど、僕の講義なので、はい、すいません、すごい自分勝手で申し訳ないです。すいません、こんなノリの人間なんで許してください。ですね、これはですね、いろいろ難しくて、例えばです、同じ脳科学者でも半年かけても分かってくれないような人もいます。で僕もだから皆さんに分かってもらうつもりはないんですけれども、まあ、もう一回正直に聞きますね。これやっぱりこれでいいんじゃないかと思われる方いませんか。まあ、ここはまさに意識のハードプロブレムの真髄なんですけれども、なんでダメなのかっていうことですね。じゃ答えられない方どれぐらいいらっしゃいますか。なんでこれじゃまだダメなの。はい、やる気が出てきました。これはですね、
要は赤いリンゴっていうのは主観ですよね。で先ほどカメラと違う僕たちが世界を見ているという感覚は意識というふうに定義しましたけども、赤いリンゴというのは私たちの主観であって、もっと言うならば二元論とかちょっとわけわかんない人たちを置いておけば、まあ、基本的には脳が主観を生んでるわけですよね。要は神経回路網が主観を生んでるんですけれども、それは神経回路網が要は第一人称的に感じていることになります。で従来科学というのはずっと、まあ、第三人称的に物事を解明しようとしてきて、まあ、神経回路網の動作にしても、例えば僕が水を見つけて腕を伸ばして飲む、こういう動作を解明するだけであれば、それは全く客観的に神経回路網をこうやって突き詰めて解析していけば分かるんですけれども、最後の最後そういう動作が出るときに、なぜに私たち、まあ、動物に限ってなのかどうかは分かりませんけれども、私たち脳を持つものがそれとそういう行動発言と同時に体験が伴うかっていうのは全く科学的に哲学ですよね。なんとなく分かりますか。要はこの第一人称神経回路網になりきってそれが感じていることを研究するということと、それを外から眺めて第三人称的に解析するということのどうしようもないギャップがあるんですよ。でこれが意識のハードプロブレムということになります。でこれはですね、非常に先見的な、17世紀のライプニッツの哲学者ですね、まあ、意識を宿す風車小屋ということで思考実験を行っています。でこれは、まあ、その当時脳というものが全く分かっていなかったので、仮に意識が風車に宿ったとしましょう。でその時に風車小屋の、まあ、機能であれば、目的機能であれば、要は風を受けて粉を引くということであれば、まあ、その回転力がどうやって風車小屋の中に入ってきて歯車を通していろいろ変換されて最後臼が回っている、その仕組みは完全に余すことなく解き明かすことができるんですけれども、その時に風車小屋の意識っていうのはどこにも見当たらないと彼は言っています。でまさに脳も同じで、まあ、先ほどちょっとフライングしてしまいましたけれども、僕はこういうものをつかむという、まあ、目で見て視覚野から信号が入っていろいろ解析して、でこういう、ペットボトルなり缶なりを認識してそこへと向けて腕を伸ばす、で腕で持って重たいとか、まあ、重たさがあって、でもそれを、まあ、それに耐えて腕をちゃんとフィードバック調整とかしながら口まで持ってって飲むという、その動作と、まあ、その最初のパーセプションに関しては、まあ、風車小屋と全く同じように原理的には解き明かすことができるんですけども、今の一連の動作に伴う、まあ、私のですね、主観的体験、この缶の黄色い色味で、この持った瞬間の冷たさとか重さで、腕を持ってきた時の僕のプロピオセプション、関節の感覚とか、飲んだ瞬間の肌触りとか、まあ、舌に触った感覚、味っていうのはなんでそこに生じるのかっていうのは一切わからないということを、まあ、ライプニッツは言っています。でこれを、まあ、なんとかこのギャップですね、第一人称と第三人称のギャップを超えなければ、意識の科学っていうのはそこで止まってしまうんですけれども、ちょっとここもちょっとまた飛んでしまって申し訳ないんですけれども、まあ、意識のハードプログラムをもう一回別の方法で捉え直すとこういうことになるかと思います。まあ、従来科学というのは例えばアインシュタインのまあ相対性理論のように、まあ、客観と客観を結びつけるものでした。で今意識の科学のハードプログラム、まあ、なぜに生じるのかっていうのは、まあ、神経回路網の動作ですよね。でこちらは私たちの主観ですということで、もう今までの科学が扱ってなかった何かになりきってそれが一人称的に感じているもの、まあ、いわば主観を扱おうとする時点で、まあ、自動的に従来科学からボーンとはみ出してしまうということになります。でじゃあそれでおたぎなのかっていうのが問題なんですけれども、まあ、そこでおたぎだとするとこの本が多分なんか半分ぐらいで終わっちゃうんですけれども、まあ、そうじゃないと、そこから頑張りましょうっていう本なんですけれども、まあ、そこをどうするか、
で僕が考えたというか、まあ、それはあの、まあ、一握りの脳科学者が、まあ、皆さん大体共通の感覚として考えていることなんですけれども、それはですね、こうなんか自然法則というものを持ち込んでしまうと。でそれは例えば相対性理論であれば、まあ、アインシュタインのいろいろ難しい式ありますけれども、その大元には、まあ、高速度不変の法則というものがあります。でそれは要はその高速で進む宇宙船にもし仮に乗ってたとしても、その高速で進む宇宙船の人にとっても高速は高速であるっていう意味なんですよ。よろしいですか。でそれはですね、もう何て言うんですかね、もう科学の土台にあるところで、もうそれをもうそれ以上問うことはできない。例えば重力自定数の G が何点いくつってありますけれども、まあ、それなんでそうなのっていうのはもう問うことができなくて、何でしょう、そういうもうこの宇宙はそうなってるとしか言いようのないものですね、が自然則ということになります。でまあ従来の科学もそういうある意味、まあ、飛び道具というかちょっとズルをしてるわけですね、まあ、理論的に積み重なってるように見えて、でもこういうものは義分として天下り的にあの、まあ、受け入れて理論が成り立っているので、ならばまあ、こことここを結ぶにもこういうものを使ってしまっていいのではないかという、まあ、少し逆転の発想ということになります。要は無理に理屈で結びつけてもしょうがないし、結びつけられないんではないか。であればバッと何か仮定してしまう。でも仮定すれば、まあ、仮定しっぱなしではなくて、もちろんそれは実験的に検証していくことになるんですけれども、まあそうですね。でこの意識の自然則、これだけだと何となくイメージが湧かないと思いますので、まあ、一つ具体例を出しますと、まあ、チャーマーズという哲学者は、まあ、全ての情報に意識があると言っています。で、まあ、ここにサーモスタットがありますけれども、皆さんサーモスタットよろしいですよね。あの普通に今の暖房とかについているサーモスタットで、部屋の温度を検出して、その温度によって温度が上がりすぎたときには、例えば暖房を切ると。このバイメタルの方式であれば、膨張率の異なる2枚の金属をまあ貼り合わせて、まあ、熱くなればこれがこっちに曲がって、このスイッチを切ってヒーターが切れるというものになります。で、ここには間違いなく外界の情報がこの曲がり具合およびこのスイッチのオンオフという形でまあありますので、チャーマーズの仮説をそのまま信じれば、サーモスタットにもまあ意識がある。でもっと言うと、月の裏側にゴロッと置いてある石ですね、誰も見てないんだけれども、太陽光に熱せられることによって膨張するような月の石も、まあ、自身の温度というものを持っていることになりますので、それにも意識があるというのがチャーマーズの仮説です。これいかがですか。あ、それでいいでしょうと思われる方、どれぐらいいらっしゃいますか。あ、そうですか。いや、あのそこから先は僕もう反論できないです、まあ、まさに自然則の自然則たりゆえんなので、ああそうですか、僕はちょっと違う考え持ってますけど、まあでもその論破はできないですね。でただでも多くの人はやっぱりこれはちょっと直感に反するので、あの例えば今あの注目されている IIT 統合情報理論というものでは、ただの情報ではなくてもう少しなんか特殊な状態にある情報が意識がある、意識を生むと言っています。まあ、これはですね、ここも本当は喋り出すと1時間ぐらいかかるんですけども、今日はちょっとすっ飛ばして、でただですね、あの僕はあの、まあ、チャーマーズとかそのトローニとか、まあ、もっと言うとその前にエデルマンという人がやってたんですけれども、あの情報に意識がある、先ほどのここにですね、何らかの情報を持ってくる、で何らかの情報の形態があったら、その自然則によって意識が生まれるというのは非常に問題があると感じています。でそれはなぜかというと、例えばコンピューターの中の情報を考えてみると分かるかと思います。でコンピューターの中はあの C 言語をやられたことは分かるかと思いますけれども、まあ、メモリー上の情報は基本的に0、1の一次元的な羅列になっています。で、まあ、その0、1の羅列を例えばですね、画像として解釈するためには、まあ、フォトショップなり何なりのソフトウェアが、まあ、ヘッダーとかを読んでですけれども、
実際このデータがその1次元の非常に長い羅列のどこから始まっているのか、それは C 言語でいうとこのポインターですね。でさらに何個ずつ01をまとめて一つの数値に置き換えればいいのか、まあ、例えばインテジャーとかフローとかダブルによってこの個数が変わってきます。でまあようやくスカラーチに置き換えた後に、まあ、画像であれば二次元的に並べなきゃいけない。しかも少なくともこの大きさは分かってないとどう並べていいか分かんないですよね。で例えばこれが音声であれば同じく、まあ、ポインターとその型が分かった上で今度は一次元的に並べて、まあ、ステレオであればそれを2組で スピーカーに通して出力することによって初めてコンピューターの中の情報というのが、まあ、音声になります。でこれ言いたいのは、まあ、シャノンがですね、まあ、情報理論を彼が作った時に一番最初に宣言していることがありまして、今から理論を作りますけれど、その情報からすべての意味を取っ払ってしまうと言っています。で、まさにコンピューターの中の情報も読み取られる対象がいて初めて意味を持つのであって、この0と1には意味がないということになります。で、実は脳もあまりそれと大差なくて、視覚野の神経の発火、で聴覚野の神経の発火、その神経の発火だけを専門家に見せてもどっちだか分かりません。だけどその同じ神経の発火という情報が、まあ聴覚野であれば、まあ、ラッパの金属的な音という聴覚を生んでいるし、視覚であれば、まあ、赤いリンゴというものを生むということになりますので、まあ、そういう意味で情報というものにここを情報ってやってしまうと非常に意識の自然速に負荷がかかるっていう感覚分かりますか？なんかそのすごいここはシンプルにしときたいんですけれども、じゃあ聴覚野の同じ情報と視覚野の同じ情報がなんで全然違うモダリティの感覚意識を生むのかっていう無理が生じるってことですね。でなので私が本の中で提案しているのは、まあ、意識の、まあ、自然速を考えるときにこちら側の対象、客観的な対象っていうのは情報そのものではなくてアルゴリズムじゃないかと考えています。でアルゴリズムっていうのは、まあ先ほど申しましたように、まあフォトショップとか、まあ何でもいいんですけれども、こういう情報が何であるかを分かっていて処理してまあ提示するようなものっていうふうに今捉えていいかと思います。で特にですね、じゃあアルゴリズムなのは分かった、どういうものを考えているんですかっていうことなんですけれども、そこでレブンソのバーチャルリアリティメタファーオブコンシャスネスという、まあ、仮説が登場します。で彼は夢を非常に重視していますし、夢ですけれどもよく考えると非常に不思議です。で夢の中でこういうものを落とせばちゃんと重力加速で落下して、例えばへこむと、皿を落とせばちゃんと割れる、でもっと言うと身体的な重みを感じることもできて、でさらに言うならば第三者が登場して、その第三者が語りかけてきますよね。でその語りかけた何かに対しておいおいお前何言ってんだっていうふうに意図推論までしてしまう。でもよくよく考えればそれは全て自分の脳が発生させていることにもかかわらずってことですね。まあ、言いたかったのは夢というのはそれだけすごい計算が関わっているってことですね。例えばハリウッド映画の、まあ、CG カット、まあ、数十秒分、作るにしてもいまだにスパコンをとか、まあ、並列計算機を数ヶ月分回したりとかしてますよね。まあ、それぐらいヘビーな計算が脳の中で行われていると、まあ、いわば夢を見ている最中の私たちというのは、まあ、意識の脳が無意識の脳のマトリックスみたいなものにつながれてしまっているような状態だというふうに考えることができます。でレブンソが問うたのは、じゃあそんなに大それたシステムを、じゃあ脳が夢を見るためだけに作ったのかということなんですけれども、それは否であると。で覚醒中の今皆さん起きていればですけども、このスライドが見えてますよね。で
その覚醒中のこういう感覚意識体験っていうのも脳のバーチャルリアリティメカニズムがあるからこそ生じるんだとレブンスは提唱してる。でこれ非常になんか素直で僕にはスッときたんですけども、皆さんいかがですか。で唯一夢と、まあ、覚醒下の違いは感覚信号を使ってそれを動機を取ってるか否かということになります。ちょっとこれ飛ばしますね。ですね、まあそれでですね、まあそのバーチャルリアリティメタファーコンシャスネスというものが あってどうも意識の自然則の客観側の対象としてのアルゴリズムはなんかバーチャルリアリティ的なものであるというところまで来たんですけれども、じゃあそれをどう神経回路網に実装すればいいかっていうのは、ちょうどですねこのカート先生今 ATR にいらっしゃいますけれども、あとマンフォードという、まあ、研究者が93年頃、まあ、提案しています。これはですねちょうど93年というと僕が修士に入るちょっと前で、その頃盛んに川戸先生がちょっと時間を見た方がいいですけど、ね、一応10分遅れてスタートしたので、はい、10分終わりの時間は15分ってことですね。あらららちょっとここから飛ばしますね。まあ、いいですかね、これね。ダメですね、これはですね、脳のトップダウンで、この シミュレーション的なことをして、それを感覚入力との差分を取って、この差分を使って、この、まあ、記号的表象、この CG を生む元となるものを、まあ、更新していきましょうというモデルになります。で、この過程なんですけども、実際は、まあ、こういう工事の情報から始まって、まあ、ワイヤーフレームテクチャー貼り付けてレンダリングして、まあ、2次元に落とすというような形になっていくかと思います。でただですねこういう自然則を提案するのはいいんですけれども、まあ、きちんと科学に載せるためには何とかして検証しなければいけないということになります。で、まあ、従来科学であれば例えば重量万有引力の法則を検証するときには重力以外の要素を、まあ、なるべく打ち消してしまう。要はガリレオがやった実験では2つの鉛の玉を使ってるんですけども、それは空気抵抗というものを極力排除するためにやりました。でただ脳の場合にはこれ先ほど大学の講義だったら8時間ぐらい枝に入るって言いましたけども、残念ながら情報とかアルゴリズムというものだけを抽出することができません。なのでこれは、まあ、意識の科学をやっている人のまた一握りのまたさらに一握りなんですけれども、最終的に意識を解き明かすためには、まあ、人工意識を研究しなければいけないと考えています。でですね、じゃあそもそもじゃあ機械に意識宿るのかいかがですか。宿ると思われる方、宿らないと思われる方、これちょっとオーバーしてよろしいですか、はい、すいません。35分まで大丈夫です、はい、ごめんなさい、はい、でですね、まあ、ちょっとお許しが出ましたので、あとでも結構ここから急がないとそれでも終わらないんですいません。いや、なんかいつもね講義を薄く伸ばすのが得意になってしまってなんかヨタ話がどうしても浮かんじゃうと言っちゃうんですよね。でもここ結構肝心なので、でまあチャーマーズがやってるフェリン・コリアっていう実験があるんですけども、まあ、彼はですね脳っていうのは非常にもう今現時点で何のことだか分かってない、僕たち科学者も分かってるっていう人がいたらそれは嘘つきなので、僕も脳が分かってますかって言われたらもうやっぱり分かってないとしか言いようがありません。っていうのは、まあ、神経一個一個は大体の動作は分かってるんですけども、それが人の脳の場合には1兆弱あって、しかもそれぞれの神経が 2000とか3000に対して入力を、まあ、出力を送って入力を受けていると、まあ、非常に複雑回帰な、まあ、デバイスになっています。にもかかわらず現時点でじゃどうやって人工物に意識があるのかっていうのを、まあ、うまく、まあ、答えを出すような思考実験を彼が考えてまして、それはですね
神経を一個一個シリコンのものに置き換えていくと。僕がこれを見てるときにパッと置き換える。でその置き換えるときにはきっちりと、まあ、必要十分なレベルで神経の動作をシミュレートしてあげて、他の神経に一切影響が及ばない、置き換える前と全く変わらない状況を作ってあげると。でそれをどん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 続けていくと、まあ、1個2個と置き換えていって半分まで置き換えて、でも神経回路網全体の動作としては依然として変わっていない。で最後まで置き換えたときに、じゃあ意識が消えるかっていうのがチャーマーズの問いなんですけれども、これは実は反語形になっていまして、彼の答えは要は意識はフェードしないと。だからそういう意味でシリコン製の脳を作ることができれば、それには意識がきちんと宿るということになります。でちょっとこれはですね、あの宣伝ですね、この本の中にいやノイマンでも大丈夫なんだよっていうのがありますので、これをちょっと僕が20年後にあの意識を宿らす、あの機械に意識をアップロードしましょうというベンチャーのすごい大きな過程になってますので、興味のある方はこの思考実験を読んでみてください。でですね、ただですね、まあじゃあ機械に意識が宿れるのは分かったけれど、それどうするのと。まあ例えば飛行機を作るときに作りっぱなしで飛ばしてみないとやっぱりその発展しないですよね。でこういう機械に意識が宿るか、まあ適当に作ってみました、じゃあ本当に意識が宿ったのっていうのはきちんと検証できないと、まあ何でしょう、アナリシスバイシンセシスが成立しないと。要は作っていながらそのものの本質もついでに理解してしまう、理解してしまいましょうという、まあ、人工意識による意識の科学が成立しないということになります。で実はここに非常に困難が待ち受けてまして、まあ、哲学的ゾンビ、チャーマーズが今日はいっぱい登場しますけれども、哲学的ゾンビというのは要はですね、少なくとも意識の問題を考えるときの最初の過程としては、見かけは全く人と変わらず、しかも行動も全く人と変わらず、しかも環境や、まあ、その他の人との、まあ、インタラクションも全く人と変わらないんだけれども、でも意識だけが存在しない。で彼の言葉を使うならば、まあ、オールダークイズインサイドっていう、まあ、哲学的ゾンビという存在を、まあ、あり得ると。例えば今の、まあ、今のって、まあ、随分アシモも古くなってしまいましたけれども、アシモがどんどん進化していって、まあ、人らしくなって行動もそれっぽくなった時に、でも最後のエッセンスみたいなものを工学、まあ、エンジニアがあの、まあ、エッセンスを振りかけなければ、そういうゾンビみたいなものができうるっていうのは分かりますか。で少なくともですね、そういうものを考えなきゃいけない以上、なんか見かけ行動観測とかでは意識が有無っていうのは、まあ、分からないと。でもっと言うならば、まあ、先ほどのライプニッツの、あの思考実験考えれば、じゃあその哲学的ゾンビとないし何なりですね、もっと言うならば、今なんか機械でなんか怪しい箱を持ってきてここに意識宿ってますっていう状態なので、まあだから本当にどうなのってことになる中で、じゃあその機械をですね一生懸命テスターとかでいじくり回しても、でもやっぱりでそのいじくり回して動作原理が全部分かったとしても、でもそこに本当に意識が宿ってるかどうかっていうのは分からないという問題があります。でここがまあ意識の科学がやっぱりどうしてもぐるぐる回っちゃうところで、まあ、自然速を動員、まあハードプロブレムをまず解くというか回避するためには自然速を動員しましょう。で自然速を研修するためには、まあ、人工意識はどうも必要だと。だけどそこを最後人工意識を検証できないと、その全く、まあ全く何でしょう、元の木阿弥というか行き止まりになってしまってですね。でこの僕はこの本を書いた一番のモチベーションというのは、そこの輪を切って、あのテストできればようやく螺旋階段を登っていけますよねというのが、この趣旨になります。でですね、まあすごく簡単に言うと、まあ、客観的に検証できないのであれば、もう自分の主観を使うしかないと。ある意味自分の脳に宿る意識を宿って、まあ、用いて機械の意識をまあ味わう、要は接続するってことなんですけれども、しかないと考えています。ただ、まあ、こういうまあ人工網膜とかですね、あのお脳につないでも、まあ、見えるという感覚が生じてしまうので、まあ、むやみやたらにつなげばいいというものではない。ではどうすればよいか。
ちんと機械に意識が宿ったとき、まあ、その会議においてちゃんと感覚意識体験が生じるようなうまいつなぎ方はないかというのが次の問題になります。でそこで使うのがあの脳の、まあ、両半球あるという特性です。さまざまな脳部位がだいたい2組ずつあります。でそれが左右に分かれている。で、視覚で言うならば、左視野を右脳が担当していて右視野を左脳が担当しています。で面白いことにですね、この左脳と右脳をつないでいる、まあ、この脳梁とか前交連後交連という、まあ、繊維を切ってしまうと、まあ、これはノーベル賞を取った研究なんですけれども、一個人の中に意識が2つ生じると。でこれ彼どうやってあの、まあ、検証したかというと、まあこれですね、脳梁分断術という手術を受けた患者さんで、まあ、分離脳という状態なんですけれども、左脳の意識は簡単です。というのは左脳は言葉が喋れるのでこっち側に提示して何が見えましたかと聞けばリンゴが見えますと答えてくれます。で問題は右脳なんですけれども、右脳は、まあ、通常は言語ではなくて、まあ、また言葉は返すことはできないと言われてるんですけども、まあ、少なくとも、まあ、スペルにとっては運のいいことにっていうのは、まあ、その結局言語やそれほど限局してないことになるんですけども、発話はできないけれど指示は理解できるぐらいの言語能力が右脳にもありました。で右脳はですね、要は左手で見えたものを掴んでくださいと指示することによって、右脳が制御する左手が、まあ、そのスクリーンの反対側にある、まあ、金槌を拾うという形で右脳が何を見てるかっていうのも分かると。でさらに、ここが一番肝心なんですけれども、左脳に、まあ、要は何が見えましたかって口頭で答えさせようとすると、左脳は何も見えませんということですね。要は全く預かり知れないもう一つの意識が一つの脳の中に存在するということになります。でこれを使うのが、私の、 あの、まあ、主観を持って機械の意識を検証するというものなんですけれども、ごめんなさい、ちょっとこれも飛ばさせてくださいね。で要はですね、あの脳のいろんな解剖学とか大脳生理学とかから、私たちあの健常者、要は脳梁がちゃんとつながっているような人たちですね。でしかも視覚であればズバッと左視野と右視野が一つのものとして統合されて見えている人たちの意識が果たしてどうなっているのかってことなんですけれども、まあ、いろいろかあの、まあ、調べて解析していくと、どうもこれスレーブビジュアル、あ、マスタースレーブという方式にはなっていないと。と言いますのは、例えば、まあ、分離脳の患者さんの場合には意識が2つあるのは確かなんですけども、じゃあここにつながってる健常者の場合に、じゃあその途端つながった途端意識がスッと片方に入り込んで、じゃあ例えば右脳がですね、そのスレーブのような形で、で視覚で言えば、まあ、視覚信号を供給しているだけなのかというとそうではない、まあ、それは結合的にも例えば脳の処理的にもとてもこちらが全てを受け負うことができないので、できないということになります。要は健常者の脳の場合にも、まあ、左右半球はマスターマスターで、意識がの流れとしては基本的に2つあって、それがなんとかうまくつながることによって1つの意識になっていると。でなんとか時間に収まりそうですけれども、ごめんなさい、それ、まあ、収まったら冗談でオーバーして、非常にオーバーして申し訳ないです。あと5分ぐらいで終わります、すみません。ですね、これを使ってしまおうと、このマスターマスターであることを使うということになります。でそれは仮に脳半球同士の結合の制約と同じ制約を持って、その問題と対象となる機械をつないであげると。でその時仮に、まあ、じゃあ言語野の方を残したとしましょう。でそのあなた、しゃべるあなたがですね、つながれた時にズバッと意識として両側見えたとすれば、そのマスタースレーブという可能性は排除されているので、マスターマスターとして働いて機械に意識が宿ったとしか言いようがありませんよね
というのが、まあ、テストの、まあ、こんあのまあ、抵抗メッセージとか鍵になります。で最後にですね、じゃこれを使うとなんで意識がアップロードできるのかっていうのと、まあ、なんで、まあ、その生成モデル、あとその前半とのつながりですねを説明したいんですけれども、まあ、ここはですね、とりあえず機械の意識を持ってきて生体脳の意識と、まあ、一体化したという状態になっています。でこの一体化は、まあ、どう、例えば生成モデル仮説、まあ、アルゴリズム仮説っていうならば、この工事のシンボリック情報さえ機械と脳の間で共有してあげることができれば、まあ、生成アルゴリズムとしては、まあ、完全に一体化しているということになります。ちょっとこれだと何のことだか分からないと思いますので、もう少しちゃんと説明すると、例えば僕は、これレーザーポインター気をつけなきゃいけないんですけども、ここにいますよね。でこれを見るときにどうしてもこっちの光源が必要になります。なので CG として僕の左視野を、まあ、レンダリングするときには工事の情報としてはこっちに光源があるよっていうのを知ってなきゃいけないので、ここはどうしようもなく共有してないといけないんですけれども、その後のまあレイトレーシングなり何なりですね、まあ、脳はそこまではできないと思ってますけど、なんか近似的にそういうことをしようとしたときに、そこ以降は基本的に、まあ、ローカルな処理で近似的には収まるので、まあ、いろんな生体半球の制約を超えても生成モデルを考えれば、まあ、こういう形できちんと意識が一体化して、まあ、脳半球同士で意識が一体化して、まあ、いわば自分自身で考えたテストをパスできるってやつですね。昔あの東大のなんか駒場の試験で、あこういうこと言ってるから長引いちゃうんですけどもなんか問題が分かんないから自分でカレーの作り方 をとは何かみたいな問題を自分で作ってバーって書いたら A が取れちゃったっていう伝説がありますけれどまあもう僕も同じようなことやってるってことですね。あのこういうテストを自分で作って、まあ、こういうものだったら、まあ、解けますよ、あ、まあ、合格しますよっていう意味なんですけど、で、まあ、なんとなくちょっとだいぶ大急ぎでしたけれども、じゃあなんで意識がアップロードできるかってことなんですけども、はい、要はですね、あの例えばアバターとかいろんな映画がありますよね。で、まあ、トランセンデンスなんか一番近いと思うんですけども、なんか脳に神経の装置をつけてスーッとものの5分とか10分ぐらいで意識をなんかアバターちなみにですね、あのアバターの最後のシーンですね、なんか神の木みたいなところにシガニービーバーが死んだときにアップロードされますよね。アバター自体はあれはアップロードじゃないと思いますけども、であのトランセンデンスなんかもなんか神宗の装置でガーッとなんか一晩かけて意識をアップロードしてますけれども、まあ、それは無理だと思ってます。と言いますのは脳のアルゴリズムなり、まあ、情報にしてもですね、これいやおうなくやっぱりハードウェアに埋め込まれているものです。ちょっと先ほど飛ばした、それはもっと専門用語で言うとシナプスの値に埋め込まれているものです。なのでそういう吸い出し的なことはできない。なのでこういうニュートラルな意識というものを一旦用意してあげて、でなんでニュートラルなものが意識できるかというと、それは生成モデルであることを仮定したからですね。で生成モデルであれば、まあ、視覚体験は入れてあげれば、まあ汎用的な視覚的意識なり汎用的な聴覚意識みたいなものが生まれうるだろうと。でそれを一旦それをですね、つないであげることによって一旦、まあ、私の脳の意識と一体化すると。でそれが確保できていれば、この右脳がお亡くなりになった時にも私の意識は機械の中に生き残りますよね。要は分離脳患者で、乱暴な言い方ですけれど、まあ、まずはつながってます。で分離されました。でも右脳は残念ながら腫瘍が見つかったので除去しました。でもあなたは左脳で生き残ってますよね、という同じレベルで機械への意識のアップロードが一応実現できるというシナリオを描いています。すいません、ちょっと大幅にオーバーしてしまって申し訳ないです、はい、これで終わりです。では渡辺先生ありがとうございました。5分質疑の時間を作りたいと思いますけれども、どなたかお手が上がる方はいらっしゃいますでしょうか。あ、どうぞ。
最後の部分についての質問なんですけれども、はい、外部に意識情報をアップロードすることは難しいという部分なんですが、はい、それアップロードができないということは、まあ、半分置き換えることも無理なのではないかというふうに直感的に思ったんですけれども、アップロードができないけれども半分置き換えられることが可能だというふうに考えていらっしゃる部分を説明していただければと。あ、そうですね、まあ、そうですね、言葉がちょっとごめんなさい、こんなん、あれ、あ、ごめんなさい、こっちのせいだったの。ですね、まあ、言葉が多分この言葉の定義の問題だと思うんですけども、要は意識の、まあ、アップロードの方法は、まあ、最終的に機械に意識が宿れば、それは私の意識が機械にアップロードできたということで、それは汎用的な定義だとしたときに、まあ、できないと言ったのは、まあ、よく映画で見られるような形のなんか装置を使って、例えば1時間とかでなんか吸い出すようなイメージですね。で、USB のハードディスクを使って、こっちのコンピューターにコピーするような形の意識の吸い出しはできないということです。だけれども、ニュートラルな意識を最初に用意してあげて、それをしつこくつないであげれば、例えば1ヶ月なり、もしかしたらもっと半年、10年かもしれない。で、まあ、その一応この生成モデル仮説が正しければどう接続していいかというのは分かってますよね。まあ、工事のシンボリック情報さえ連関してあげればいいので、まあ、こっちは機械であるがゆえに魔改造が可能なので、こっちの赤いリンゴニューロンが見つかればこっちの赤いリンゴニューロンと接続してあげればいいという形 でそういう形でアップロードではないんですけれども、まあ、意識をある意味同期する。で、同期ができれば片方潰れてもあなたは片方で生き残りますよねという意味ですね。はい。はい。あ、少々お待ちください。生成モデルの部分と細かく説明していただきたいのと、はい、それから接続といった場合、どのぐらいの箇所、何千箇所、何万箇所、はい、接続するのか。そうですね。生成モデルは、どの程度説明すればよろしいでしょうか。そのこの図でですかね。はい。で、ここでまあ、神経投射による処理によって、記号的なものからなんかもっと画像的なものとか三次元的な表象に変換するようなものは今の深層学習とかでも結構いい線いっているので、そこはまあ。なんとなく8時間分すっ飛ばしてしまったのはもうちょっと想像していただくしかないんですけれども、で、生成モデルの肝はそれができたとして、その実際の感覚入力との差分を取って、この差分をうまくまた、まあ、ボトムアップで戻してあげることによって、まあ、工事の情報をまた修正してあげましょうというのが生成モデルなんです。で、2つ目の質問は非常にありがたい質問で、と言いますのはやっぱり20年後に一応皆さん投資してくださいってこと言ってるわけですよ。まあベンチャーご存知の方は20年後はノーカウントなので、いや、10% ぐらいには多分死にたくないと思っていて、我が社は5% シェア取りますから200万 ×N がいくつみたいな計算してもノーカウントなんですよ。で、まあ、もちろんなんか途中のマネタイズって考えてはいるんですけれども、それはさておき、まあ、このスペーリーのお弟子さんのガザニガットっていう人がですね、まあ、やっぱり脳裏を切断してしまうと、もともと転換とかを、まあ、治療するために転換が左脳から右脳へ例えば広がらないようにするために脳裏を切断するんですけれども、やっぱりそれを完全にやってしまうと、例えば左手が安心しかさえをやりませんから、脱いだりしませんからね。でも左手が例えばボタンをはめながら右手が外してしまうとか、左手がフォークでステーキをつかみながら右手がなんか払いのけてしまうというような、まあ、2つの意識がぶつかって日常生活にかなり支障が出るということで、なんとかですね、もっとうまい手術法がないかということで一つ試したのが前後連だけ残すという手術を彼らはやっています。で、それをすると、まあ、少なくとも視覚に関してはスプリットしない。で、ちなみにですね、この脳量のいうところは、これ今日すっ飛ばしたスライドなんですけども、
納涼はこういう定時の四角やをこういうふうに、なんかちょうどへりの部分ですね、これ垂直四五線っていうんですけども、ちょうどここ見たときに、ここが境界で、右側が右脳、左側が左脳なんですけれども、その2つの視野を、まあ、縫い合わせるような形で納涼がつなげてるんですけども、前後連っていうのは、より工事の、まあ、情報、要は脳でいうとこのシンボリック情報のようなところを結び合わせるということが分かっています。で、まあ、ちょっとようやく質問に答えますが、ですね、今あの、ダルパが、アメリカのダルパっていう、まあ、あの軍事関係の予算ありますよね、があの100万ニューロン BMI 計画っていうのをやってまして、で 100万個のニューロン を読み取って、さらに、まあ、情報を、まあ、流し込むということを目指してるんですけども、その時点ですでに前後連だけであれば 10% 達成できます。で今日ここでは言えないっていうのは、言ってしまうと特許が本当に取れなくなってしまうので言わないんですけども、僕たちちょっと秘密の BMI を考えてまして、はい、あのそこら辺は軽くぶち抜くものを、あの東大の医学部とか、あの薬学部とかと共同研究でやってという感じですね。これは素人考えですか？はいはい、意識っていうのは単に脳裏にやっているだけではなくて、全身の、はい、感覚がやっぱり関係しているように私は思ってるんですが、はいはいはい、そうですね、これあの、はい、まあ、どのレベルで質問されているかによって答えも変わってきますし、哲学者とかで本気でやっぱりそういうことを言っている人たちもいるんですよね。でももしじゃあちょっと舐めてかかっていいですか舐めてかからせていただきますと、まあ、夢というものが存在する時点で、さっきのその瞬間のスナップショットとしてはそれは正しくないんですよね。夢はもう身体とかすべて脳から切り離された状態で、まあ、感覚器官も運動も体もですね、でもちゃんと意識が生じているので、スナップショットとしての脳が出来上がってしまえば、まあ、脳だけでも意識は宿ると考えています。ただその宿るための生成モデル的なものを、もし生成モデル仮説が正しければなんですけども、それを作り上げるためには確かに現状の、まあ、動物では少なくともまずは体を持って目を持って体験しなければいけないという、ね、そういう意味ではオフラインでは体とかが必要なんですけども、その瞬間のオンラインでは必ずしも体は必要ないというふうに、まあ、考えています。あ、いやいや、それではあの時間の都合にございまして申し訳ございませんが、これにて質問を引き出していただきまして、でまた何かございましたらですね、全体討論の時に、よろしくお願いいたします。ということで渡辺先生に再度拍手をお願いいたします。ありがとうございました。